僕の名前はラルフ。今は一人と一匹暮らしだけど、小さい頃は父さんから厳しく教えられた。他人のものを盗むのはいけないことだと。秘密があるんだ、僕、つまり怪盗 R にはね。大変だ、棺が盗まれた。ナポレオンの棺が。同じ紋章が刻まれた美術品がルーブルに展示されているんだ。今日こそ聞かせてもらうぞ、あの事件の真相。その子ですか、私の娘だというのは。許せ、ラルフ。父さん！世は皇帝ナポレオン、小僧、ひざまずくがよ。じゃあね、マリア。運命を変えたのは僕じゃない、君自身の力だよ。とんだ茶番ですね、ハインリヒ男爵。ここでお前を捕まえればあいつを見返してやれる。楽しいダンスには天使が集まってくるんだ。天使が？なるふ、そろそろ祭りのフィナーレだ。ショーイズオーバー。さあ、パリの街は俺たちが守る。再び皇帝の支配する時代が来たのだ。過去の亡霊が支配する時代なんてごめんだね。分かっていないようだね。私はあなたに死んでほしくないの。終わったよ、マリア。もう誰も君を苦しめることはない。エイクアールです。
東国バールです。アールヨシです。ウィシュマアールヘイです。アールって何ですかね。っていうかなんで俺だけ踊ってんの。それは感情揺さぶるリズムゲーム、リズム回答 R。 なんか感動したっていうか、親子の絆とか恋愛とかリズムとか。感情揺さぶるリズムゲーム、リズム回答 R。 まあ別にって感じですよね。盗んだものわざわざ返すってバカでしょ、なんて思ってたんですけどね。感情揺さぶるリズムゲーム、リズム回答 R。 僕も芸人やって長いんですけど、初めてですね、リズムゲームでこんな気持ちになったのは。感情揺さぶるリズムゲーム、リズム回答 R。感情揺さぶるリズムゲーム、リズム回答 R。 回答 R、 逮捕する。余は皇帝ナポレオン。運命を変えたのは僕じゃない、君自身の力だよ。感情揺さぶるリズムゲーム、リズム回答 R。 セガ。